どうもこんにちは、まみよしです。今回はコメント欄でリクエストがあったこちら、型落ちになって少し安く買えるハイエンド機種の iPhone15 Pro と、今回新しく登場したミドル機種 iPhone16、 こちらどっちがおすすめなのかリクエストがあったので、こちら実際に比較して紹介していきたいと思います。やっていきましょう。まずこちらの iPhone15 Pro と16の値段について見ていきましょう。 iPhone15 Pro に関してはもう Apple Store では買えなくなってるんですけども、まあ、こういったね価格 .com とかそういったサイトで見ると、新品の SIM フリー価格がだいたい147,000円、中古だと135,800円ぐらいで購入できる形になります。で、まあ、価格が147,000円ということで、まあ、約20,000円ぐらい iPhone15 Pro が高い形になります。それを踏まえて比較項目聞いてみてください。まずカラーなんですけども、カラーは、まあ、これは好み分かれると思います。 iPhone15 Pro に関してはこういったシックな、まあ、大人っぽい感じの印象があるカラーに対して、 iPhone16 に関しては結構学生向けっていうか、そういった若い子向けのターゲットにしてるような感じの色味な気がしてますね。まあ、ただホワイトとかブラックとかこういった大人しい色もあるので、まあ、どっちを選んでも全然いいと思います。 iPhone16 カラーで選ぶのも全然悪くないと思いますね。で、見ていくと、まず画面サイズに関しては 6.1 インチで一緒で、解像度とかに関しても全く一緒ですね。ただここ違うポイントがあって、 iPhone16 は 60Hz って言って、まあ普通のディスプレイなんですけども、 iPhone15 Pro に関してはプロモーションテクノロジーっていうのを採用してます。これによって 1Hz から 120Hz まで可変でディスプレイが変動します。画面が動いてない時は 1Hz にしてバッテリーの持ちを良くして、画面が動いてる時は 120Hz になってスクロールとかゲームの動きとかそういったものが滑らかに見えるっていう、そういったディスプレイになってます。で、あと 1Hz になることによって常時表示ディスプレイって言って、スリープした時も時計とかそういったものを表示してくれるモードっていうのもあります。ただ僕はこちらバッテリー使うなと思ってるので、充電池以外は無効にしてます。まあ、今のところではこのプロモーションテクノロジー、例えば FPS ゲームやるとかっていう人は断然こっちの15 Pro がいいと思います。ただ原神とかそういった RPG とか画質を求める系のゲームっていうのは、まあ、別に 60Hz でも意外と十分だったりするので、こっちの iPhone16 を選んだ方が個人的にはいいのかなと思います。競技向けのゲーム、エンジョイ向けのゲームっていう、そういった感じの印象ですね。続いて背面ガラスの処理がちょっと違います。テクスチャードマットガラス、こっちはマットになってて、でも16もマットかな。カラーインフューズドガラス、まあちょっとこれだと分かんないんですけども、もしかしたら一緒みたいな感じかもしれないですね。両方とも光沢なしの仕上げになってると思います。まあ、もしかしたらこう光沢がある感じになってるかもしれない。これはちょっと見てみないと分かんないですね。多分光沢なしで両方とも一緒だと思います。で、アクションボタンに関しては今回 iPhone16 も搭載されて一緒です。で、今回チップが違います。 iPhone15 Pro は A17 Pro チップ、 iPhone16 は A18 チップになってます。で、これどっちがスペックいいのかっていうのは実機を使うまで分かんないんですけれども、多分ねこっちの A17 Pro の方がスペックっていうのは高いと思います。まあ、CPU の数一緒なんですけども、 GPU コアがまず違うっていうのと、あと Mac でも例えば M2 Pro よりも M1 Max の方がスペックが高いみたいな、そんな感じになってるので、スペックを求める人っていうのは A17 Pro の方がいいのかなと思います。ただ両方ともそこまで変わるっていう感じではないような気はしてます。で、続いて iPhone16 に関してはカメラコントロールっていう新しいボタンが電源ボタンの下に追加されました。これによってカメラのズームができたり、カメラを一瞬で起動することができたり、シャッターを押せたり、そういった機能があります。なのでカメラを気軽に起動したい、すぐに写真を撮りたいっていう人はこっち iPhone16 の方がいいと思います。ただこっちの15 Pro に関してもアクションボタンに割り当てることによって同じような動作、まあ、ズームはできないんですけども、カメラの起動とかっていうのはすぐにできるので、まあ、ここはそこまで、まあ、重要視するポイントではないかなと思います。で、まあ、それよりもね、物理的なカメラの数とかこの辺が重要になってきますね。 iPhone15 Pro に関しては48メガのメインカメラで、そして超広角 0.5 倍と、あと望遠が3倍になってます。 0.5 倍、1倍、3倍ですね。で、それに対して iPhone16 は48メガのフュージョンカメラと12メガの超広角 0.5 倍と1倍で、そしてこれの真ん中だけを切り出す2倍があります。まあ、こっちもそうですね、0.5123 と0.512と、まあ、なのでズームをする人っていうのはこっちの iPhone15 Pro の方が有利になります。ただこちらね、ちょっと違いがありまして、この48メガピクセルのメインカメラとフュージョンカメラっていう差があるんですけども、こちらフュージョンになることによって空間の写真と空間のビデオっていうのを撮れるようになりました。まあ、15 Pro でもこの空間ビデオっていうのを撮れてた気がするんですけども、さらにクオリティっていうのは高くなると思います。あと空間写真はこっち撮れなかったですね。なので今後5年後10年後にビジョンプロとかそういった端末が集
主流になってきた時に今撮った空間写真とか空間ビデオを見れるっていうのがこちらの iPhone16 のメリットになってます。まあこの辺はどうなんだろうな、正直な感想としては3倍を使う機会よりもこっちの1倍2倍とかその辺を使う機会の方が圧倒的に多いと思うので iPhone16 の方が個人的にはいいのかなと思います。しかもこの最新世代のフォトグラフスタイルっていうのが新しく追加されてて、このフォトグラフスタイルを使うことによってかなり色味を綺麗にしたりしたまま iPhone で撮影できるので僕はこちら常にオンにして使用してますね。それが最新世代になったことによって、まあ、さらに iPhone16 カメラ画質が綺麗になるような気がしてます。まあ、望遠する人にとっては iPhone15 Pro もいいと思います。続いてバッテリーの持ちですね。バッテリーの持ちに関しては iPhone15 Pro が23時間 iPhone16 が22時間になってます。15 Pro がちょっと長いぐらいっていう感じです。続いてここも結構違うポイントがあって USB-C 端子両方とも搭載してるんですけども iPhone15 Pro は USB3 20倍速いデータ転送ができるのに対して iPhone16 は USB2 に対応してます。例えば僕は iPhone にいつもマイクを接続して動画撮影してるんですけども、そういった時はこっちの iPhone16 でも全然問題ありません。ただ USB メモリを挿すとか SSD を挿すとかそういった時はこちらの USB3 に対応してることによって高速で動画とか写真を転送することができるのでそういったものをよくつなぐっていう方はこちらの iPhone15 Pro がいいと思います。まあ、ただ iPhone16 に関しても待てば転送っていうのはできるので、まあ、どのくらい USB メモリをつなぐ機会が多いかその辺で選んでみてもいいと思います。ここ結構14ポイントですね。であと違うのがセラミックシールドって言って画面が割れづらい丈夫なガラスになってるんですけどもこちらが iPhone16 で最新世代になってるっぽいです。まあ、ただねこちらセラミックシールドでも傷っていうのはついてたので、まあ、割れづらくなったっていうことだと思います。まあ、もしかしたら傷もつきにくくなってるのかもしれない。まあ、壊れづらいのは iPhone16 ですね。でそしてこちらも結構違って iPhone15 Pro はマグセーフそして G2 でも充電できるんですけどもこちら iPhone16 は最大 25W のマグセーフ充電ができるようになりました。なのでワイヤレス充電普段から使うっていう方は断然こちらの16の方がいいと思います。 15W と 25W だと 1.78 倍ぐらいの充電速度になるので圧倒的に16の方がおすすめですね。ただ有線速度だと多分この2つはほぼほぼ変わらないと思うので有線の人はここ関係ないです。まあ、ただねマグセーフ充電めちゃめちゃ便利なのでぜひこちらは活用してほしいです。で続いて容量に関して iPhone16 は 512GB までなんですけども iPhone15 Pro は 1TB まで選べるようになってます。ただこちら iPhone16 とか iPhone15 シリーズから USB-C になったので、まあ、こちらね128とか2頃を選んであげて写真とか動画が溜まってきたら外付けの USB メモリとか SSD に移行するっていう使い方がおすすめです。僕も今 128GB で動画とか 4K で撮ってたりするんですけどもそうやって移行しながら使ってるので全然128で困ってることはないですね。まあ、詳細動画概要欄に貼っておくのでぜひそちらもチェックしてみてください。続いてさらに重要なポイントがあって最大輝度っていうのは iPhone15 Pro と iPhone16、まあ、全部一緒なんですけどもこちらが違います。今までね iPhone とかスマートフォンを使ってて夜画面輝度を最低にしても眩しいって思ったことは1回はあると思うんですけどもそれが今回の iPhone16 で多分改善されます。こちら最小輝度が 1.2 度になってるのでまあ最大輝度の1000分の1の明るさで表示できると。なので暗い場所でも iPhone とかいじりやすくなってこれかなりね個人的に嬉しい機能になってます。なので暗いところでよく使う寝る前によく使うっていう人はこちらの最小輝度 1.2 度に対応した iPhone16 の方がおすすめです。続いて大きさ重さこの高さ幅厚さに関してはまあ iPhone16 の方が厚みは薄いけども幅はちょっと太いとかそんな感じあるんですけどまあ基本的に誤差レベルですね。違うのがこちら iPhone15 Pro は 187g なんですけども iPhone16 は 170g になってます。まあ、10% iPhone16 の方が軽くなってるのでこれかなり体感差あると思います。軽い iPhone が欲しいという方はこちらの iPhone16 の方がおすすめです。続いてカメラの方もちょっと詳細見ていくんですけどもまずメインのカメラっていうのこれ結構違っていて iPhone15 Pro はメインカメラがこれ 24mm っていう画角になってるんですけどもこれ iPhone15 の時はメインカメラが 26mm でした。なので画角は iPhone15 Pro の方が若干広くなってます。まあ、もしかしたらこの iPhone16 で 24mm になってる可能性もあります。であとセンサーの方は多分こちら iPhone15 Pro の方が大きい気がしますね。で超広角はまあ基本的に一緒です。両方ともマクロ撮影使えます。あでここがちょっと違いますね。 iPhone16 はセンサーシフト光学式手ブレ補正なのに対して iPhone15 Pro は第2世代のセンサーシフト光学式手ブレ補正。まあそこまで変わるかって言われるとちょっとわからないんですけども、まあ、iPhone15 Pro の方が手ブレ補正はちょっと強そうな感じはあります。であとはアダプティブトゥルートーンフラッシュ、なんか iOS18 でフラッシュの幅の広がり懐中電灯の幅の広がりとかを調
整できる機能みたいな入るらしいんですけども、まあ、それが iPhone16 だとできないっていう感じかもしれません。ちょっとこの辺は分かんないです。まあ、アダプティブ、まあ、変更できるみたいな感じだと思います。あとはナイトモードのポートレートっていうのは iPhone15 Pro 限定なんですけども、まあ、これあんまり使うことはないですね。これは多分ライダーセンサーついてることによってできることだと思います。であとは反射防止レンズコーティング。これ結構重要で、iPhone15 までのカメラっていうのはビデオ撮影をするときにね、夜動画を撮ると反射した光がこうカメラの中に入っていって虹色のフレアみたいな感じのが出ることがたまにあったんですけども、そちらが iPhone16 になることによって反射防止レンズコーティングがあるので、多分その反射っていうのがほぼほぼなくなってるのかなと思います。まあ、その辺も結構嬉しいポイントですね。で、 Apple Pro RAW って言って、まあ、圧縮する前の写真を撮れるのは15 Pro だけになってます。で、あとこちらも重要なポイントで、ほとんどの人はあんまり使わないと思うんですけども、 iPhone15 Pro だとログビデオ撮影っていうのができます。僕も YouTube の撮影全部このログで撮ってるんですけども、後から色を入れやすかったり、あとはスマートフォンならではのこうシャープネスをかけたような映像にならないっていう、そういったメリットがあります。このログ撮影っていうのは iPhone16 ではできないので注意してください。で、あとはプロレス撮影っていうのはできないんですけど、これはね、まあ、使ってみた感じあんまり使う必要はないかなと思いました。で、カラーエンコーディングシステム、これもログと一緒ですね。で、続いて iPhone16 ならではの機能として風切り音の低減、そしてオーディオミックス機能がついてます。まあ、外で撮影した後に映像確認してみたら風切り音で声何も聞こえないみたいな、今まであったと思うんですけども、そういったことが解消されます。オーディオミックスに関しては部屋の反響音を抑えるとか、まあ、そういった機能もあります。まあ、いろいろとできる機能ですね。で、インカメに関してはまあ基本的に同じ感じですかね。で、あとはワイヤレスに関してもちょっと違ってて、 iPhone15 Pro は Wi-Fi 6E までの対応なんですけども、 iPhone16 は Wi-Fi 7に対応してます。今後長く使っていくことを考えると Wi-Fi 7、最新の規格に対応した iPhone16 の方がまあいいような気はしてます。あと GPS っていうのは、これ高精度2周波 GPS と普通の GPS で違うんですけども、実際に2つ使い比べた感じそこまで変わんなかったですね。もしかしたら山とかそういったところだと違いは出るのかもしれません。日常使いでは違いは出てこないですね。で、バッテリー持ちに関してはさっき言った通り23時間と22時間、ストリーミングだと2時間の差がありますね。まあ、バッテリー持ちは iPhone15 Pro の方がよくって、ワイヤレス充電は iPhone16 の方が早い。で、ライダースキャナーっていうのが iPhone15 Pro についてます。ライダースキャナーっていうのは、まあ、 3D でこう物を計測するみたいなやつですね。これを使って家の家具のレイアウトとかを、まあ、スキャンして 3D データにするとか、そういったこともできます。ただ使ってる人はあんまりいないですね。まあ、必要な人はプロにするといいと思います。という感じで今回 iPhone15 Pro と iPhone16 比較してみました。まあ、結局どんな感じでおすすめするかというと、まあ、ほとんどの人には iPhone16 の方がおすすめです。3倍レンズはないんですけども、最新の Wi-Fi 規格に対応してたり、カメラコントロールボタンが追加されてたり、まあ、本当に必要十分で今後長く使える1台かと思います。特に今年はかなり進化した方だと思いますね。で、しかも iPhone16 の方が安いっていう最高の端末で、続いて iPhone15 Pro をおすすめする人に関してなんですけども、3倍レンズが使いたいとか、ライダースキャナーを使って 3D スキャンがしたいとか、で、あとは USB-C でいろんな SSD とかそういった外部接続を良くするっていう人、そういった人は iPhone15 Pro の方がおすすめです。あと FPS ゲームをやる人にとってもこっちの15 Pro の方がおすすめですね。まあ、ただ iPhone15 Pro に関しては一世代前のモデルになって、さらに iPhone16 よりも約1万5000円ぐらい高くなるので、コスパ的には断然16かなと思います。基本的には iPhone16 で考えて、さっき紹介したこういった USB-C の速さとか3倍レンズとか 120Hz のディスプレイとか、そういったものが必要な人は、まあ、別で iPhone15 Pro を選択するっていう選び方がいいと思います。まあ、こんな感じで選び方徹底解説動画出してますので、これとこれ比較してくださいっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。